弱は入んねえか。今日出だした方がいいね。うん。じゃ、今日もね、ダメか、弱から入んねえな。今日は、使わない方向で、弱で行ってみる。ダメージは変わんないね。変わんないんで、なんか目押しが失敗してるな。いまいち目押しが成功してないが、こんな感じ。ちょっと弱パン少なかったね今。このぐらいか。これがまあヘビー D の基本超品質なコンボ。まあ、弱パン、弱、これパンチって言ってるけど、弱キックですけどね。壊し刻んでの方がダメージ高いのか、それとも、まあ、A いらないな。弱パン入れた方がいいですね。なんかこれを壊しっていうのはなんとなく抵抗があるんだけど、まあ、こういうのもできますね。これなら今日のディクレージも、まあ、入りますね。まあ、A なら。どっちでもいいけどね、簡単だと、自分が簡単だと思う方を入れると。あと D クレイジーは隙もそんなに長くないんだな。足払いは、有利の足払いが入るか。青いバナでやり込めるかな。青いバナが間に合わないね。青いバナが間に合わないらしいので、もう逆にこれで打ち込む。ね、割り込む。っていう感じで、B クレイジーの無敵はそんなにないですね。相打ちになりますね。うん、相打ちになる。一方的に負けるわけではないけど、ちょっとだけ無敵はあるけど、ね、ちょっとだけ無敵はあるんだけど、攻撃判定達成と同時に持続が切れるという技ですね。これはね、浮かせたとこに入れるとね、一発目しか入らないですね。っていう感じになります。はい、次、リーマグナム。これは飛び道具系の技。端には、一応端から端届くか。一応溜めれますね。釣りをいらねえ、取っときなーという。ヘビリーセリフかっこいいよね。うん、まあ発生は早いんだけど、バレバレだね、見た目で。こんな感じで。後ろの方に攻撃判定が残るんで、後転すると当たりやすいかな。前転すりゃほぼ当たらないけど、ね。近くても当たるよね。当たりますね。溜めてもガードフローにならないよね、うん。ダメージも特に上がるわけではないと。タイミングを調整するだけですね。うん、これコンボになる技は、まあ後でやりますか。強攻撃からとかは、違う。お、出ない。まあ強攻撃とかからは、入らないですね。入らないです。次、D シャドウ。これ新技ですね。ついてこれるかと。で、影がつきますね。この状態になると、これ時間なのかな ?5回かな、回数かな ?5回シャドウ状態が持続するようになる。という感じでいいのかな。これを応用すると、うまくやらないと入んないな。なんか、これが入るらしいんだけど、時間かな、やっぱ。難しいな。もっと割り際をかすってくれないとダメか。
なんかね、3回ぐらい入ってたのを見たことがあるんですけどね。うん。まあ、あとは単純に強くなるので、こんなことができますね。結構減るな。結構減りますね。こんなことができるようになると。よし。っていう感じでいいか。で、あとは、マックス版ですね、それぞれ。共感、若干同時でやってやればマックス版出ますんで。98UM だとマックス発動しなくても、ゲージ3つ消費でね、いきなり出せますので。まあいいや、まず1個目、D クレイジーのマックス版は。うん。最後に浮かせて、こんな感じ。まあ、それを出すという感じですかね。これはまあ、発生とか同じで、無敵も多分同じ。うん、まあ、ダメージが上がっただけかな。弱盤から繋がりますね。そこそこ減るね。うん。いい技ですね。こっちはね、結構隙はあるね。通常版に比べると。ね、最後の、これの後に隙が結構あります。それいって、D マグナム。ほっときなぁと。爆発がでかくなってるぐらい。これがどうなったっけ？ならないね。羽が長くなってるけど。ほっときなぁ、ダメージも上がってるけど、まあまあ、それだけの技だな。こっちのマックス版はほぼ必要はないような気がするけどね。またミスったな。実は通常版よりこっちの方が発生が早かったような。まあ、ここにはならないね。ここからだとね。D シャドウだね。D シャドウのマックス版。これよくわかんないんだけど、時間が長くなってんのかな。まあ、わざわざやるような技ではないと思うんだけど。あんま変わってない気もするな。D シャドウマックス版は必要ないんじゃないかなと思います。で、あとは、ネタコンボだな。はい。失敗。これはまあ有名なコンボかもしれないけど。なんか今回当たりづらいんだな。入らない。キャラにもよるのかな。ちょっとキャラ変えてみますね。はい。98の 2P のデフォルトは有利なんですよね。というわけでこいつで試してみようか。入んねえな。入ったと思うんだが、UM でもね、入ったのを俺は見たことがあるんだけど、なんだろうね、なんか知らんけど入りづらい。マックス発動中？あ、そうか、発動中か。発動中の方が浮きが高いのか。そら知らんかったです。発動中に性能変わるのか。それは知らなかったですね。違う。Dシャドウ連発はいらない。こういって。お、入った。2回入った。発動中なら入った。もう一回。3回行ったね。発動中の方が、相手が浮くのか。なるほどね。そういうのもあるのか。もう、時間がだいぶオーバーしてる気がするんで、この辺にしときますけども。そういえば、今回なんでヘビーディーやったのか言ってなかったけど、第55回ということで、今まで5回区切りでボスを使ってたんですけど、